元キンプリヘイヤ仕様の新規事業、陶芸とお宝の世界への挑戦。元キング・アンドプスのメンバーであるヘイヤ耀仕様が新たな事業の扉を開こうとしているとの報道が広まっています。彼が17日に滝沢秀明氏の新会社、飛べに合流した後もファンとの交流を楽しむ一方で新しいプロジェクトについては沈黙を守っています。 しかし、私たちは平野仕様の動向を追跡し、彼が設立した個人事務所、株式会社仕様が芸能活動とは異なる可能性を秘めていることを突き止めました。この記事では、株式会社仕様ガトがゲート、お宝の売買に関連する新たな事業を検討している可能性について詳しく探ります。新たな事業の兆し、平野仕様は とべ合流の発表日と同じくして個人事務所、株式会社仕様を設立しました。この事務所の登記簿には、主要な事業項目としてアーキスト活動に関連するものが多く含まれていますが、驚くべきことに、古物営業法に基づく古物商との記載も存在しています。 この記載により、平野仕様の新しい事業が芸能活動とは異なる方向に進む可能性が示唆されています。陶芸への情熱、平野仕様の新たな事業の方向性を探る手がかりは、彼のインスタグラムにも見受けられます。最近の投稿では、彼が陶芸に熱中している写真が連続して掲載されており、工芸品に対する明らかな興味が現れています。 この情報から、平野氏洋が陶芸に関連する事業を始める意向を示唆していると考えられます。古物商の記載。古物営業法に基づく古物商としての記載が事務所の登記簿に含まれていることは平野氏洋が古物を売買または公開する意向を持っていることを示しています。 古物商は、その営業を行うために、都道府県公安委員会からの許可が必要であり、現時点での許可申請状況は不明ですが、この事実は彼の新たなビジネスへの準備が進行中であることを示唆しています。独自のこだわり。法道筋によれば、平野市は何事にも独自のこだわりを持っており、 自分自身が気に入ったものやアンティーク、希少価値の高い品物を取り扱う可能性が高いとされています。また、彼自身が陶芸を行い、これらの作品を販売する可能性も考えられます。このこだわりが、彼の新たな事業を、お宝の宝庫となる店舗に仕立て上げる一因となるでしょう。結論。平野市用が新たな事業に挑戦する兆しは、 彼の個人事務所、株式会社仕様の登記憶から明らかになりました。陶芸とお宝の売買に関連する事業を検討している可能性が高いことから、彼のファンやビジネス関係者からの期待が高まっています。彼の独自のこだわりと情熱が新たな事業を成功へと導くでしょう。私たちは今後の平野仕様の動向に注目し、 彼の新たな事業がどのように展開していくのかを見守っていきます。